を行っている溶接は、指令電流350アンペアでリーディング動作を行っております。また、オートウェルの RP500 のもう一つの機能としまして、デジタル通信機能を備えており、溶接法が最大で16個登録できるため、溶接部位、溶接材質によって、溶接条件の選択をすることが可能となっております。またその溶接条件は USB メモリーなどに保存できますので、溶接条件の水平展開や溶接電源の入れ